今日は2月14日バレンタインデーです。聞いたんともあたんは、物知りくんから、バレンタインデーについて聞いていたので。チョコってどんなのかな？食べてみたいな。ダメですよ。2匹の会話を聞いていた物知りくんが、慌てて言います。猫にとってチョコレートは猛毒です。食べたら死んでしまうかもしれません。物知りくんが自分から何か言うのは珍しいので、2匹は驚きました。まあタンは悲しい現実に、うつししがれました。そんなー、チョコ楽しみにしてたのに、猫がチョコ食べられないなんてー。何言ってるのさ。そこにさっきまで台所で、何か手伝っていたコマタンが、やってきました。あたいたちは、ただの猫じゃなくて、宇宙猫だから、人間の食べるものは、何でも食べられるんだよ。コマチはキータンとマータンに合わせて、コマタン、と呼ばれていますが、コマタンだけが女の子です。家の人間がチョコを作っているのを見て、自分も作りたくなって、お手伝いをしながら、自分のチョコを作っていたのでした。にゃっふかわいいチョコできたにゃん。コマタンの手作りチョコ欲しいなぁ。食いしん坊のマータンは、ニコニコしながら言います。俺も欲しいなぁ。何でも欲しがるキータンも、マータンと一緒になってコマタンにチョコをおねだりしました。チョコはあげたいけど、バレンタインデーでは、好きな人に気持ちを伝えて、告白するためにチョコを渡すんだよ。って人間さんが言ってた。キータンとマータンはあたいの兄弟だから。どうしたものかにゃ。そんなことないですよ。とその様子を見ていた物知りくんが、3匹に言いました。本当？どういうこと？チョコもらえるの？と3匹はそれぞれ、物知りくんを見て聞きました。バレンタインデーで恋人に渡すのは、本命チョコですが、ギリチョコと言って、好きな人以外に渡したり、友チョコと言って、仲の良い人に渡したりと、いろいろな文化があるんですよ。やったー。じゃあコマタンから、チョコもらえるね。よかったね。はい、どうぞ。わい。ありがとう。こうして3匹は、みんなで仲良くチョコレートを食べました。コマタンのコマメ知識。バレンタインデー。バレンタインデーはもともと、チョコを送る日じゃなかったんだ。国によってケーキやカード、お花など、贈るものが違ったりするよ。バレンタインデーのお返しをする、ホワイトデーは、日本の会社が、勝手に考えたものなんだってさ。見てくれてありがとう。チャンネル登録。我々は嬉しい。